15-1、図に示す回路の端子 AB 間の合成静電容量はいくらになるかっていうことですけどね、まずここですね、ここの部分は並列ですんで、まあ、ここをですね C のパラレルですね、これはダイスはでいいわけですね、20マイクロファラドですかね。そうしますと、ですね、こういうふうな感じになります。ですね、20マイクロファラッドと60マイクロファラッドが直列にね、なるんですね。したがって、C の、まあ、S にしましょうかね。そうすると、これは足す分の掛けですから、20足す60、20かける60ですね。これ80の1200ですね、はい、そうしますとこれはですね、8分の120ですね、はい、そうしますと、割り算しますとね、15ですね、単位はマイクロファラットですね、こうなります。したがってこれは3番が正解です。